はい、ではこれから聖書的にとても重要な真理の話をすることにしましょう。私たちは楽しいこと、食事をすることや泣くこと、学ぶこと、分かっちゃうこと、それらすべてを1か所で一度にすることできますね、はい。どうぞ静かにして席についてください。 父をあなたの前に、主イエス・キリストの皆によって出ます。私たちはあなたの輝ける導き、リーダーシップを認めます、受け取ります。父よあなたがあなたの御顔を私たちの上に照り輝かせてください。中上自然的な火花、そして啓示による理解が私たちの心を触れてください。あなたがあなたの御子を愛する方法。 とてても喜んでいますセラ様来て私たちを力づけてください私たちが受けて返すことができるようにそしてこの神様の三位体の交わりの中に入ることができるように教えてください。イエスの皆に言って祈ります。アメン。これはセッション7になります。ヨハネ15のシリーズですけれども私とスチュワートさんが話しています。金曜日の夜でここで語っています。 私はこれをつけたタイトルですけども聖書の最も重要な2つの真理と名付けました。気が付いてください。ヨハネ15章の「9節読むんですけれども2つの真理と3つの表現があります。 一つの命令の中に二つの真理があります。しっかりここを注目してほしいんです。a のところから話します。これはとても劇的な重要な宣言なんです。人類の歴史の中でヨハネ15章の9節です。イエスは宣言しました。 これは非常にもう表現できないぐらい栄光に見せているものそしてだから私たちしっかり受け取ることができずにこれを読んですぐ済んでしまうこともあるんですでもはっきりしたいんですけれどもここに留まることですねヨハネ15章9節にしっかり留まりたいんですイエスは宣言しました守護自身の愛を弟子たちに語っていますそれは本当に激しいものそれは父がイエスを愛するのと同じ愛であるということ 引用しているのは聖書の中で最も重要な2つの真理だと言っています15章の9節のところですこの1つ1つのことには多くの違う結果が出てきますけれどもまあもしかしたらあと10個ぐらいですね異なる大事な真理があるかもしれません最も重要というところに入るのがあと10ぐらいあるかもしれませんけれども私は今その話はしません B のところ2つの真理を 信じなさいいと言いましたこの真理ということは私たちの人間の能力人間の理解できる能力の外ですですから聖霊様が必要なんです理解できるように開いてくださることが必要です最も重要な真理聖書の中にあると私は言いましょうそして一つの命令をくれました私はこう信じます最も重要な命令だと思っています聖書の中から ですから、でもこれをですね見ても受け取らないことがとても簡単です。大きな真理、山の真理、それ、とても大きいとか、とてもたくさんのことから、この2つのことから結果が出てくると言いたいんです。あるときはこう言いました。本の題名、神様の図書館にある本の題名と言いました。 神は天に大きな図書館があるんですけども、1つの本のタイトル、これは私の意見ですけども、神が神を愛する方法というタイトルです。多くの結果が、この山のような大きな真理から出てきます。2つ目のタイトルというのは、神が人を愛する方法とあります。本当に大きな現実なんですね。その真理1、話しましょう。 イエスに対する道の愛これはヒント小声で支えているんですけれどもこのささやき声ここでイエスが語ってますけど気がつかないこともありますその大きな輝ける神が神をどうして愛するかということですねイエスを言っているのは精霊に聞きなさいそうすれば御言葉を通してあなたに精霊が教えるでもこれは見逃されている真理です神が神を愛する方法ということですもっと多くの力と液がそこにあります上か希望 が私たちの心に起こされます私たちがこの川から飲むならば少しずつではあるけれども期間がかかってたくさん飲むことができます。真理2つ目イエスが人々を愛する愛それは父がイエスご自身を愛するのと同じ激しさです。大きな山の真理なんです。とても大きな真理です。ですから私たち人間の理解をすっと超えていってしまうんです。精霊様抜きには精霊の刑事抜きにはでも御霊が言ってるのは私はあなたがここに深くとどまるならば私もっとあなたに刑事を与えよう。 あなたが急いでいるならば私はあなたにあげることはできないあなたが意図的にこの宝物を受け取る探すこの真理にとどまるならば私はあなたに教えようと三田馬は言うんです命令というのはこの2つの真理にとどまるここに住むということなんですですからここに焦点を当て続けるということ真のところからこのところも見逃されている真理です神が神を愛する方法というのは 存在すするもものののの中でで最も偉大な愛の物語です父が御子が御霊が愛し合う方法そしてこの神の家族が現れたものに注がれるあふれ流れるものこれがある意味ちょっと変わったり表現なんですけれどもこのことは物語であって私たちは白昼ものように一日中思い巡らせることができる一日中考えてとどまることができること精霊に求めるんです主私たちにこそっと語ってください支えてくださいヒントをください 聖書に書ににかれてててていいること見見せせくくださいくだささよっあなたが見ていることは何でしょうかあなたが感じることは何でしょうか父が御子を愛するってどういうことでしょうか私たちに理解をください小さな火花であってもくださいそしてそれが増加することを助けてください。 のところ私たちはみんな知っています。イエスは言いました。あなたは主なる神を心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして愛しなさい。これは第一の戒めです。イエスは定義しました。神を愛することを心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くす。それが第一の戒めだということ。止まってください。考えてください。これをすることは、それをすることでイエスは定義したんです。 神の個人的な優先順位であるということ神が私たちに与えたものではなくて神をこれが成就するということのために取られるんです永遠の過去から神は神を力を尽くして愛している少し奇妙なアイデアなんですけれどもでもこれはとても大きいのです私たちの心を力づけます希望と力と上かわきを 私たちの心から起こします私は私たちの基準を上げてくれましたあなたがもっと欲しければ求めなさい精霊によってあなたのインパクトを与えようそして驚くような量でヒントとか語られることが創世記から黙示録まであるんですでもそれは植え替えているもののためなんですねこの喜びの皮を無視していってしまう人のものではないんです。ダビデはそう言ってますね 父が御子を愛する方法御子が美を愛する方法そして御霊が御子を愛するそして御霊が美を,を愛し美が御霊を愛する本当に違うですね組み合わせがあるんですけれども「いい」のところから。 こういうこともできます第一の戒めをその神が神を力を尽くして愛するというところですけども見なければいけませんこれを永遠の文脈を見ていかなければいけません私たちから始まるわけではないんですこの力を尽くして愛するということはその天と地が作られる前に戻りなさいこの現実この究極の現実それは全てのものを作った秩序がここにあるんですということですねそれはこの力この 三密体の神が神を愛するということの中から出てくるんですそれはこの世が作られる前ですね父と御子が愛し合いその完全な幸せそして完全な喜びそしてそこに御霊もいるんですね三密一体なんですこの輝けるまあ競技真理現実三密体ということの真理ですけれども この学者たちが議論するために何か使われていたことであるでしょう。多くのキリストの体はもう全然分からない、結局難しいから分からないと思ってしまうんですけども、そういうふうにしないでくださいということをとても励ましましす私たちは学者のように議論をするとか、何かこう新しい新学生学とかそういう問題ではなくて、でも大きなリアリティがあるんですあなたのお父さんです。 あなたの花婿なんですあなたの助けて聖霊なんですあなたの友なんです私たちは彼らが愛するその愛し方を見て私たちにどうもたらしたいのかということを受け取ることができるんですですから求めてくださいもう学者たちがそういうことを勉強してるからほっとこうやって言うんではなくて私のお父さんのことだからさ 私の家族私の相続なんですこれ私の花婿王なんですと言ってください私は学びたいもっと感じたい知りたいんですこの三密体の一部でありたいんですと言ってくださいこの F のところですけれどももう何年も語ってますから簡単に話します5つのとても具体的な表現それは神の愛がどういうものかということです1つ目 神神が神を愛する2つ目心を尽くして父が御子を愛すそしてその愛で人々は神を愛しているということしていますかイエスが私たちを愛しているのは力を尽くして私たちを愛している愛なんですその愛があふれるんですけどもそれが3つ目イエス私たちのの神への愛この愛私たちに神が与える 神が持っているその満ち満ちた愛の高品質というのはそれです一部分的な愛とかはないんですそして実際に私たちは見つけるんです神の恵みによって自分たちが誰かということをキリストにあって主の投資私たちが主の相続ですから神の恵みによって自分たちのことを愛することができるこれは自分の肉を憎むとか神の御心の外にあることを憎むそれとぶつかることではありません5つ目この愛が お互いいいの中にも流れていくととうことそれが、かの家族が進んでいくところです。終わりの時の境界。この5番目のことですけれども、これが歴史上どんなときよりも強くなります。そしてこれは本当にこの1から4の後に来るものなんですね。別にこの1から4を終わってから5をするというわけではないんですけれども、これは共に成長するものですけれども、この5つ目のことは、1、2、3、4、5のことが私たちと理解と心で成長してからやっと出てくることなんですね。それは新しいいアアイデアだと思いますある方は たちにととっては、G、のところからこれはイエスがヨハネ15-9の9のところを語るちょっと前ですね。父が私を愛するように私はあなたを愛する。そしてこの愛の中にとどまりなさい。この現実の中にとどまりなさい。それを言うちょっと前だったんです。ヨハネ14章。イエスは強調しています。それは神を愛するという意味の使命。 私たちは15セッションずつですけども14章15章の頃をでに話していきました。それはカムの恵みですそしてまた秋から15セッションで16章また17章のところを話していきたいと思いますですからすでに終わったことも合計すると90から100ぐらいに金曜日その本当に1行1行ぐらいの ヨハネ十三章から十七章のところを学んでいるんですねこれは最も偉大な教師によって与えられた最も偉大な教えだと思っていますしかし非常に見逃されてきたあまり見られてこなかったところなんですでも精霊がこのところに光を与えていると思います私は働きたいんですいい意味で本当に働きたいんですここを掘っていきたい祈りたい見つけ出したいあなたに質問したい私を連れて行ってください これらの言葉の中で本当に深く私を教えてくださっていたいんです。主はヨハネ14章で語っていますね。それは神を愛するということですけれども、そして強調しているのは5回ほどあります。実際、ヨハネ14章のところでは、私を信じます。 神からの第一の戒めについて、最もはっきりと書かれていると思います。すべての他の聖書のところ以上に書かれていると思います。ヨハ十四章が、でも、さっと読んでしまったらわからないんです。しっかりと見つめて、思い巡らせることが必要なんです。それを見つける前に、第一の。 今締めの話を何年も教えていますけれども去年気が付いたことがありましたもっと多くの情報がヨハネの14章の中に他のところより以上にその大事な今締めのことが書いてありますジーのところの一番最後のところに書いてあることがあるんですけどもそのことを言いたいんですヨハネ15の9節のところですけども私はあなたに力を与えるそれは 私があなたに、ヨハネ14種を出したように私を愛するということのためです。そしてそこにヒントを与えます。それは理解から始まる。少しであったとしても神が神を愛する方法。そして私があなたを愛する方法。この二つの真理をあなたのうちに成長させることならば、私を心尽くして愛することができることの中に成長する。ヨハネ15の9というところは、金色の宝石のようで、とても高価な、とても高価な15の9なんです。 今私はあなたにヨハネの14章ができるためにヨハネの15章の旧説を与えると言っています。私たちはみんなこのことを知っています。ヨハネが後で言うことなんですけれども彼は同じ人です。ヨハネの13から17書いていますけれどもでも第一話にも書いています。分かると思うんですけれども多くの言葉、第一ハネそしてヨハネ13、17というのはつながっているんです。この歌詞は共に進んでいきます。 ヨハネはすごくはっきり言っています。第1ヨハネ4章16節ですけれども、神は愛です。どういう意味でしょうか。神ご自身というのは、存在というのは、この全身全霊で愛する愛ということです。神ご自身の愛は全身全霊を尽くして愛する愛です。そしてこのことをヨハネの15の9でも言っています。 ユハネの15章で言っているところがですね一つの戒めなんですけども愛にとどまるそしてこの真理にしっかりと根を下ろすこれを受け取ってあなたの人生でこの愛を表しなさいと言っています神は神ご自身の愛というのは全身全霊を尽くす愛ですこのポイントはこの方法だけなんですこの愛だけなんです私たちがそれを信頼することができれば 希望を持つことができますもしかしたら神はこう愛するかもしれない、私たちを。イエスが父を愛するように私たちを愛するかもしれない。表現することができないほど輝いています。人間では想像できないような栄光です。 愛のところから愛の定義ということ神が全身全霊を尽くした愛であるならばそこには表現ということを要求しますまた分かち合って増加することも要求されますですから神が私は全身全霊を尽くした愛だと言っておられるのでこの愛が増加しないということはありません美乳美子無魂完全な一致の中にあって主は他の人々 しして欲しかったんですこの喜び3みたいな神が完全な愛の中で楽しんでいるものそこには喜びが完全な愛の中にもありますだからこの中に他の人々を連れてこようと言ったんです神は人類を創造されましたその人間を作った理由ですけれども参加するということです彼ら3みたいな神と共に人々がこの愛を喜ぶことです神は人類を 家計の家に作ったのではありません寂しいからそしてもっと礼拝所を準備してとかそういうのではないんです不満足 満足してなかったのではありません完全に満足していました。このマジュアルの中で。この家族、父、巫女、巫女の中で。でも喜びだったんです。そして楽しみだったんです。このもっと増やすということが楽しみだったんです。その寂しいからというそのような必要からではありません。ある方たちは私たちが神を礼拝しないと神の心が壊れてしまう。なんかそういうふうに言う人もいるけどそうではありません。神は 喜びでで満たされているんですだからでもこの喜びの中に私たちと共に他の人たちを連れてこようと言ってるんです。ジェ n のところから。神の永遠の会議、父みこみ霊共に働いてるんですけども、決断したんです、計画したんです。神の永遠の会議において決めたんです、この人類を作ろうと。その時のポイントというのは、この。 全身全霊を尽くした愛を分かっちゃうということなんですこれは小さなことではありませんよ創造の目的ですこれはあなたが誰かということの中心になるんですあなたが誰かということの現実ですここの外に出てしまうと自分たちの存在がわからない自分が何をやっているのか自分たちが何のために行ってどこに行くのかってわからないんですこのことの中で成長する少しだけであっても成長する理解するでも前よりも理解したんです成長してるんです喜びがあるんです そして上か脇を成長させ前進するその深みに入る望みを与え主が私たちをこの旅路に導きたいんです私たちは神の御姿で作られていますこの神全身全霊をもって愛する愛によって作られて互いも全身全霊を愛するものとして存在するんです 私たちを愛のために作られたよ皆さんこれは素晴らしい歌の歌詞になりますよね愛のために作られたこのことを追い求める以外には人類の心は正しく機能しませんこのことに手を伸ばさないと不満足とか落胆と,とか暗闇とか暗い感情とか暗い思いとか。 人類の心を支配します。ですから、このことの中に成長して歩むということの中でのみ心は自由になります。自分たちを保つことができます。えこのことをしっかり話さないこと、この真理を言わないことは人々に助けになりません。だから心を尽くして主を愛するという励ますことが人の霊が正しく機能する方法なんです。 あなたは神のことを心尽くして愛する人として作られました。あなたの存在です。あなたがすることはそれなんです。今、弱さとか痛みがあります。時々私たち見失ってしまうけれども、主が言っているのは、私の前であなたが誰かということに成立しなさい。私があなたをなぜ呼んだのか思い出しなさいというんですののところから神の望みです。 主の愛情表現と私たち呼んでいますけれども神がどう感じているか望みをどう感じているかということです。最も重要な現実です。作られたものの中で。神がどのようにして感じるかというのが最も重要なことなんです。この作られたものの中で。主は主の偉大な力を用いる偉大な知を用いる。それは 願いを実現し続けるためですそれはこの力を表して私たちがその筋肉を見せるではなくて知恵を見せてどれだけ彼が賢いかではなくて主の素晴らしさその力を主の願いその愛情を表すためその愛情を使うために作るんです。主がどう感じるかすすごく重重要要です私これは最も重要な 課題だと信じています主がどう感じるのか神がどう感じるのかということここにはあまり焦点が当てられませんでももしあなたがこのことをしっかりと掴んでいくならば神の感情を学ぶということそれはとても大事なことですダビデ王がそうであったように神の心を知主したいを求めたものその彼は神の感情の生徒感情を学ぶものでした そこにはちゃんと理由があるんです。神の心を主体い求めると言われたのは。神がどう感じるのかということですけども、エルのところから。それは、なぜか、何の後ろにあるなぜかが分かるんですね。何を神がしたか分かる。創世紀の世話で神は創造されました。主は贖がいました。イエスを十字架に送って、またよみがえりによって贖がいました。分かります。この歴史を導いていることは分かります。とても具体的に導いています。 これらは何ということですよね。何をされたかということですけれども、でも私たちが知ることができるのは、なぜということですね。なぜそれをしたかということを分かるようになる。なぜ主が想像したか。なぜ主が上がったか。なぜ主がこのように歴史を導いているのか。理由がありますけれども、それは主の清い愛を分かっちゃうという喜びです。愛の喜び。私たちに分け合った愛。他の者たちに分け合った愛。 でも誰にもそのことは強制しないんです主は自発的に愛する者たち上からを持ち本当自発的に応答して受け取って成長する強制的なものではないんですここの愛はイエスは花嫁がこの栄光に満ちた関係性このダイナミックの愛に入ってほしいんです主ご自身の愛の泉のところに入ってきてほしいんです主はいつも全く愛なんです そうでなければならない100%主ご自身に対して真理でなければならない主の言葉にいつも真理でなければならない100%以下愛にあっても知恵にあっても義においても予算によっても1%減ったとしてもそれをご自身を否定することになってしまうですから主の愛というのは決してそれ以上増えることもないし減ることもないんですねもう100%ないですからもう。 無限限でですす制限はありませんん永遠なんですそして実際的な方法を見るならば N ですけれども神はご自身の民を愛されますそしてその愛し方というのは道は100%の愛でしか愛すことができませんですからイエスも私たちを100%の愛で愛することしかできません。 神はその愛を私たちから隠すことがありません私たちの人生の中で私たちの葛藤、罪を犯すことやつまずくことがあったとしても、でもその愛をとどめることはありません。私たちの葛藤の上にとどめるということはありません。王のところ、私たちの霊的な未熟さ、私たちの霊的な未熟さというのは、主が私たちをどう感じるかということに影響を与えることがありません。 主が私たちを今この時以上に例えば100万年後によみがって完全になったからもっと愛することができるそうではないです主ののの愛愛というのも100%の愛なんです。ですからここになる「鍵」という言葉なんですけれども。 私たちはもっと経験するということです。私たちが成長するし、指令的に成熟すれば、もっと経験するんですね。私たちの受け取り方が変わるんです。そしてそこに入ることに感謝することが変わっていくんです。私たちをもっと愛するのではなくて、私たちが蘇って完璧になったからもっと愛するというのではありません。もう既に愛してみこをいただいてますから、もうその愛は私たちの上に注がれています。 私たちの心は魅了されます。私たちがこの理解の中に成長するとき、この神秘、愛の神秘ですけど、この三密体の愛、愛する皆さん、これは表現することができません。栄光に輝いています。これは神秘なんです。私たちは決してつけれることはありません。この愛の底に届くことはありません。いつも成長するんです。今から100万年経ったとしても、私たちはまだこの愛を楽しんでいます。父と御子がどうやって関わっているか。 そして私たちに関わって愛しているか、そして私たちが互いに愛するか、そしてその現実が溢れ流れていくということです。私たちの心は魅了されるんです。私たちが成長するから、それは少し少し少しだけであったとしても。 でも進んでいくんです。私がしたいことは、人々を。ああ、もう全然わからないし、私が神の前に立ったらわかるんですよ。そうじゃなくて。私たちが今この時に、この喜びの皮から深く飲むことが相続なんです。ダビデは詩篇の三十六でそう言ってます。神ご自身が人の心に表された時、ご自身の愛を注いでくださった。それは喜びの皮というんですね。ダビデによると。 三密体の愛の神秘この三密体の一人一人うんこの三密体の神が楽しんでいるんですこの共通の関係愛の関係謙遜さ一致続いていくんですけども大きな課題なんです大きな話になりますよほんの少しだけ 指を指して皆さんにこれを見てくださいと言ってるだけなんですみたいな神は喜んでいるんですそしてその力を用いていますそれはお互いを使えるそしてまた敬うために父は御子を愛し御霊は父を敬いそして私たちを敬うことを喜ぶんです彼らは私たちに使えることを喜ぶんですえ 彼らの心にあることはそれです。本質はそれですね。性質はそれです。彼らは奴隷のような態度を取りませんけれどもでも神ご自身の全身全霊を尽くす愛それは使えるものの心です。敬うことを愛します。私たちが神がご自身を否定することはできない他のようなものになることができないということが分かればもしかしたらこれは現実かもしれないと思うんです。R のところから想像してください。 これ私たちの喜びなんですね、れ、ま、で宝探しみたいなんですけども、想像するんですね、想像力を働かせてください。どれだけ楽しいかということ、この三密体の中での交わりがどんなに楽しいものかを想像してください。私、これは個人的に取っていますけれども、私たちがこの参加すること、今この時であっても、何楽しいことが待っているか、それを全く100%ではないけど、今であっても参加することができます。ですから、父見込み玉がどう関係するのか。 私たち見つけなければなりません神が神を愛するイエスが紹介していますね父は私を愛しているそしてイエスはこう言っています本当にに大きな現実がそこにあるんですですからこれを宝探しとしてどうぞ深く掘ってください私がここに触れる時あなたがこれに触れる時少しであったとしても私たちは前に進むことができますそして希望を想像して生み出していくんです 上9を生み出していきます私がここに少し触れると、確信自信を思い巡らせて語っていくと、もっと成長することができます。安心、安定が来るんです。何十億年もの間、私たちの家族は安心、安全、そして永遠なんです。家族の中で別れてしまうことはありません。喧嘩することもありません。永遠にこのようなのです。この三密体の愛の中に入るんです。ですから、これは希望と力に私たちが根を下ろすことができるということです。またこのこのとは上 安心安定私の中に育てていくんです私はこの現実の中に歩んでいきたいんです2番目から、えー、あまりたくさんのことを話しませんけれども少しだけ話して進んでいきましょう 真理1、父の愛、父がイエスを愛する愛、父が私を愛するようにというところですけれども、この神が神を愛するということは、これ、本当に大きいところなんです。でも、このことをしっかりと示しているんです。父がイエスを愛する、最も高い愛情表現、想像することもできません。 この激しさそしてこの全く愛ということなんです聖霊の仕事アサイメントというんですけど私もそうなんですけど皆さんにもそんなことを言いましょう道のイエスに対する愛が表現されている言葉を探してください創世記から黙示録の間ですこれは急いでやるものではなくて一生かけてする宝探しです私はもっと見たいんです見つけてください 多くのがあります私ここに2つ出してますけれども父は美子を愛しておられ万物を美子の手にお渡しになったヨハネ3章35節そしてこのイエスは人ですよねイエスがこの人としていられた時でもイエスは完全に神でしたけれども人として歩まれてやった時に道が言ったの全てをあなたに与える私たちはこの後すぐ見ますけれども とパウロは言っています。イエスが全てのものを私たちに与えたとあります。驚きます。素晴らしいストーリーです。イエスは言いました。ヨハネ17章24です。けれども、天と地の元へが作られる前に私の父は私を愛した。そしてこの全く愛を持って私を愛した。父は私を愛することにとても献身しているので。 超自然的に贖われたものにたた注ぎました24節イエスは言いました父よあなたの愛するものを感謝します超自然的に注がれました私を愛することに本当に献身している贖がなわれた家族というのはあなたが私を愛するように私を愛する人々です。 愛する皆さん、これは私たちの相続なんです。見ていただきたいところ、父の情熱、イエスに対する、献身していること、それはその愛を私たちの弱くて、傷があったり、いろいろするところにも注げたい。今この時にも私たちは、この愛を多く体験することができます。私たちが成長していくと、そして私にもっと見せてくださいと願いなさいというふは言われているんです。私はこのことをずっとずっとずっと繰り返してますよね、金曜日には。つ,一つの 真理この約束に対してワオって思うだけではなくて止まって会話を始めてください主を感謝しますでももっと見せてください主はあなたにまた何かフレーズを与えてくれるでしょう主に語っていく時にその意味はこの約束を生きた会話にしてください続いている主との会話にしてくださいと言ってるんですほんの短い会話であったとしてもあなたの心を前に進めるでしょう ですからただ読んで「ああそうだね」と行くだけではなくて会話をそれを持って主としてください。真のところから。道乳と美子は互いに献身をしています。リストは長いんです。ここに1つか2つだけ置いてますけれどもその中の1つは「父は美子がすべてにおいて最上のものを持つことを献身しておられます。私はあなたにすべてを与えよう。 私の知恵私の愛あなたに与えることができるもの最上のものを抜群のものを与えよう全ての膝はひざまずく全ての舌を告白する悪霊たちも不信者も主の導きに従うひざまずく私がここで言いたいことは父の喜び父と子の間の喜びイエスはこう言っています同じような激しさで違う適用ではあるけれども私はあなたを同じ心を尽くした愛で愛している。 のと,ところから話しますイエスに対する道の愛はこれは愛の尺度であって保証なんです。 イエスが私たちを愛する愛の尺度でであり保証です父がイエスを愛する愛それが私たちがその愛のことを測ることができるどれぐらいということがわかりますその真理の山に精霊抜きには登ることができません、うん、そして精霊はこの真理を自分が知ることがなくてはもう先に住むことができないと決断している人たちに与えますですから私たちはここで止まるんです感謝するんです父を感謝します激しさ 喜びに満ちているものあなたがイエスを永遠に愛することもっと見せてくださいイエスをどのようにあなたが喜んで愛しているか見せてください」って言うとキのお父さんはそのことを教えるよと言うんです、ね、そして私はその少しのことを受け取ったことを天の父に持っていてもっと見せてくださいと言うんですそうすると父は私はあなたにたくさん語ることがあるからシートベルトをつけて準備できていると聞くんです詳細について この父御子・御霊この三密体の関係というのは私たちに理解を与えますイエスの美しさ思考性そしてその価値についての洞察を私たちに与えてくれます なぜならば私たちはこの全てのエピソード福音書を読む時に聖書全体を読む時にもう御言葉聖書というのは神の御子のことですよね結局分かりますよねその福音書を読むこれはまるで宝探しに行くようです全ての物語がそうなんです。読んだもので止まってて詳細を見て父御子御霊を見見つけるその そんなな早くく進まいいでください分からないあんまり分からないでもこれが真理ですからありがとうございますもっと見せてください本当に、えー、小さなフレーズ小さなフレーズごと一つ一つのストーリーのところ父が言ってるのは「あなた知りたいですか私たちが三位一体の中でどのように感じているか思っているかそのことを知りたいですか?」と言ってるんです あなたがどうやって3名で一緒に働くんですか知りたいですどうやって関係性を持つんでしょうかと私たちが聞くともっと求めなさい,というんですでは3番目からこれはとても短いんですけどもイエスは父を愛している父がイエスを愛しイエスが父を愛し御霊がイエスを愛し御霊が父を愛し,を愛しと教えていますけどもこの「 山のよよううに大きいいんんだよということこなんです福音書がありますねまた人たちが書いた本がありますし旧約聖書があります私たちが思ってる以上にありますけれどもヒントと囁き声がこの掲示がここに書かれています。ですから皆さんがそれをご自分で探すことを励まします。宣言とかイエスの愛従順父へのものそれらを見つけてください。イエスが 御霊をどうやって敬ったか見つけてください父に聞いてください父が私を愛するようにそこには真理の山があります多くの関連性があるんです連鎖性がありますそのことを皆さんに上川きを持ってほしいんです時々は欲求不満になるでしょう落胆するでしょうああわからないわからないそうなるでしょうでもそれは でもそれでいいんです。それでどうやって始めるかなんです。どうやって届くか分かりません。ただ神に話し続けてください。神様分からないですと言いながらも聞いてください。聖書箇所の話し方を変えて聞いてみてください。B のところ、ヨハネ15章の前ですね。イエスは励ましました。弟子たちがイエスの死というのは父を愛する愛の表れだということ。ヨハネ15章のちょっと前です。 ヨハ,ネ15章ヨハネ14 5章ハネ1章で終わりますけれどもその最後の晩餐のところですテーブルで共に集まって食べていた時に14の30私はもうあなた方に多くは話すまいこの世を支配する者が来るからです彼は私に対して何もすることができませんそれはユダとローマ人ローマ編のことですけれどもこう言ってますね 彼は私に対して何もすることはできません彼らが私を無理に捕まえるのではなくて私の計画であって私自身でここに来て父に送られてきた悪魔が私を捕まえるのではないだから混乱してはならない。 時間を少し取りなさいまあそれは2000年かかってますけれども主が戻ってくるときのことですね。31節にはこう書いてあります。しかしそのことは私が父を愛しており、と命じられた通りに行っていること、よが知るためです。と書いてあります。これは父への愛の表現です。だからデスタッチを見てて、リスが何を言っているのか分からなかった。私をこう言いましょう。 イエスは宣言しましまた私はこの言葉が好きなんですけどもイエスは歴史全てにもう何十億年に対しても印をつけた全ての人が知るように2,000年後ですけども未知の愛未知への愛であったと知ったイエスは歴史に印をつけたまるでスタンプをしたように私は父を愛している。 本当に最も偉大な宣言だと思いますイエスの父への愛パウロがそのことをしっかり捕まえましたけれども第一コリント15章パウロは24節でこう言っていますそれから終わりがきますこれは千年王国の終わりのことですけれどもこう言っていますねイエスはすべてを得るそしてすべての国々町すべての社会 イエスの導きの下に置きすべてのものがイエスのものになるイエスの従順とその知恵によりイエスはすべてを得てそしてすべてを父にお渡しになります。 28節でこう言っています。しかし万物が巫女に従う時とあります。イエス・ダビデの子開かれたところで悪霊全ての信じないもの信じる者、す全ての人が全てのものがイエスに従うことを見るんです。それは千年王国の終わりのところですけども全ての目が見るんです。そして巫女ご自身もご自分に万物を従わせた数に従わせます。全てあなたのものです。 父あ未知地をあなたが全てのものの全てになられるためですと言っていますイエスの大きなゴールなんですイエスは父が全ての全てになって欲しかったんですそのためにイエスは来られた黙示録の5章9節イエスは来られて父を流して人を神のために買い取ったとあります父を私は彼らを愛しています 彼らにあなたのことも愛ししてほしい私はこのことをあなたのためにしていますとこれは輝ける物語ですイエスは弟子たちを愛しています これはヘッドラインのようにまとめのようなことです。皆さんがご自分で探してほしいなというところですけれども、このような書き方で満たされています。本当に力強い連鎖的なこと、をフレーズフレーズに書かれています。私はこのように楽しむということはありませんでした。はじめ、主の心に触れ始めたとき、画家のとき、それは90年代ですけれども、ああ、これは栄光に満ちた素晴らしい現実だなと思いました。私が 詩で使っていましたあなたの余ぶ分の皮から飲ませてください。愛する皆さん、これ以上の大きな喜びがあると思いません。神ご自身が神ご自身のことを私たちに明らかにされるということえ。2つ目のフレーズを話していきましょう。父が私を愛しているように私もあなたを愛しました。その夜、その後すぐにイエスを同じことを言われました。また 26章です。30節あなたたちはみんな私を今夜見せてていく。あなた方全部が。ですからイエスはここで父が私を愛するようにあなたを愛する。なぜならばあなたの献身がとても理想的なものだからそういう話はしていないんですね。あなたはまだ私が誰だかを知らない。だからあなたが誰かも知らないんだよということなんです。私と父が誰かを知らないのであなたが私にとってどんなものかを知らない。 なのであなたは決してあななたが誰かか本当のことは分からないとといいうこななんですあなたはいつも自分のことをあ,あ毎日の生活がある難しいことがある誰も注目してくれない謝ってくれないでも主は言うんですね「あなたが私にとって誰だか知ってるんですか?」っていうんです。父が御子を愛するようにそれは究極の全ての信者に対する価値観の表れです全てのことを分かるわけではありませんね全部理解することは難しいんです。 主が私をそのように愛するということに心を開くということ,とは難しかったんです。自分が誰かということを知るのも難しかったしで、それではあなたが誰かも分からないということになってしまうんです。これはあがなわれたものの人生ということの視野を変えていきます。物事が難しくなったり大変なこともある。でも、それ以上の大きな物語に自分たちが入っているということが分かります。イエスは 私はあなたを父が愛してるように愛してるよと言った時神のお気に入りだというふうに一人一人が言うことができる資格をもらったというように考えています。まあ、可愛いねねと思うけけどそれだけでおりません、ね イエスよもしあなたが父があなたを愛するように私を愛してるんだったら私は神のお気に入りだということができるもちろん何十億の人たちもそうなんですけどもそれは別に気にしませんもうみんなが神のお気に入りということは嬉しいんですけども自分が神のお気に入りであるように同じように何十億人の人たちもそうですということです私は何年もかけてこの話をしてきました えー、人ヨハネだけが自分自身のことを神が愛するというふうに言うことができました。ペテロも他の人たちも言いましたね。一緒に食事をしたけどもヨハネだけがそれを言ったんです。ヨハネの福音書自分自身のことを話す時に彼は誤解私ヨハネ」じゃなくて「神が愛した私」。 と書書いいいてててあるんですすね神に愛さされたと書いてありま想像してくださいペテロとか他の人たち後になって「なぜあなたそんなこと書いたんですか?」って聞いたとしたらヨハネはいつもイエス様の隣に座ろうとしてたとかいつも右の手に行こうと思ってた。 ま本当のことは分かりませんけれども、でも、あなたがそれが欲しければあなたのものですよと私言いたいんです、愛する皆さん。これはただのかわいいという話ではないですよね。神の一番のお気に入りだよということが。のところではイエスが私たちと共にいたいという願いがあるということを話しています。ヨハネ17章イエスは死ぬところです。あと1時間ぐらいに死ぬんです。でもこういうんですよね、父を。私が願っていること。 彼らが私と共にいることですイエスはこれから本当にひどい苦しみ人間的に考えられないような苦しみを何時間も得るだけどあなたが叫んだことは私は彼らが私と共にいてほしいということなんですか黙示録3章で言っていますもう考えることができないような劇的な言葉ですそれは私たちの機の永遠に あなたは私と共に私の御座に座る誰もそんなことを言うですね。権利はイエス様以外にはもちろんありませんよね。え、でもイエス様そういうことじゃないんですよね。本当は違うんですよ。でもイエス様はいえ、そうだよ。私と共に収めて欲しいんだと言うんですね。もう最上のものを得る方です。イエスはもうイエスは唯一の神なんですけども、でも言うんですよね。 あなたが誰だか分かりますか私にとって誰だか見えますかっていう方なんです。シーのところから。パウルは掴むことができました。ヨハネ335ですけれども。道はすべてのものを美孔に与えた。第1コリント3パウルは言いました。すべてのものはあがなわれたものに与えられました。同じ情熱を持って。違う適応ですけれども。でも心の中ですべてのもの。 私たたたちのためにててを得たいんですえっていことですすっことねどういう意味でしょうかハウルはこう言っています。第一コリントです。目が見たことがない、耳も聞いたことがない。決して人の思いにも入ったことがないもの栄光の。 高さそれだけの栄光のあるもの神の計画あなたが想像できるもの以上であるということなんですこのことを受け止めてくださいイエスがすべての力最上のものということその彼が計画されましたそれは栄光に満ちたものをあなたにということなんですそれがイエスにとってあなたの価値なんですイエスはあなたのためにそれらのことを計画していますパウルはローマ書の8で言っていますそうです私たちは苦しんでいます拒絶されます苦しんでいます でもそれらのことは後に来る栄光に比べたら小さいものなんです。主が準備していることは素晴らしい豊かなもの、栄光に満ちたもの、私たちのために全てを準備している。それらのことが御言葉によってどういう意味かということを知る必要がありますけども、それはとても豪華なものなんです。豊かなものなんです。この主があなたのために計画していること、想像できますかこの悪魔は嘘つきなんです。 ああちょっとここにですね面白いものを書いてみようと思いましたけれども「第一コリント2章9節3章22節のとこなんですけども主が帰ってこられて天国で私は共に過ごしますけどもでもこの文脈のことを考えてみてください。私たちは本当に輝く偉大な光色そして 天気ももいいつも素晴らしいんですよね天候はいつも素晴らしいところ。本当ですよ。この農業とかあのエデンのそのだからガーデニングすることができますね。あの可いいとか楽しいとかその天国の想像ではなくてこれがあなたの私の現実なんですね永遠に。そしてこの建築物ということも考えてみてください。その食べ物もすごく素晴らしいんですよね。音楽どこを見ても香りが漂っている。 あなたのうちに触れるものはすべてあなたが愛することを励ますそしてあなたはそこに何十億年何十億年永遠にいるんです父が私を愛しているように私はあなたを愛するそして私は計画を持っているあなたが誰だかを知らないそれは父が私を愛し私があなたを愛しているということの外に行ってしまうとあなたは誰か自分のことが分からないそしてあなたの周りにいる人たちのことももちろん本当は誰だかが分からない D のところから話していきますこれ素晴らしいことなんですけどちょっと話し方で驚く方がいるかもしれません。私はパッと止まって一緒にこう話すんです。もしとかじゃないんですけどもし主権者である王が優しさに満ちていなかったらどうしよう主権者である王が怒っていたらどうしよう。 そして私は主にこう言うんです。主を考えられません。栄光に満ちています。主権なる王である方が、この優しさ、この柔らかさ、この良さ、これらすべて本当に良いことです。主をありがとうございます。もっと見せてください。もしこれが反対だったら、ああ、どうしましょう。ひどいことだ。もちろんそんなこと考えられないし考えなくていいんですけれども、私たちはそのことを覚えなければいけません。 私たちが普通だと思っているご自身の人格とか素晴らしいことを考えるときにこれは素晴らしいことなんです私たちはこのことを見る必要があります私たちは何回も何回もここに書いてくる必要がありますパウロはよく表現しましたエペソの2章ですけれども6節7節から宣言したいんです道は私たちをイエスと共に天の場所で座らせるように作ってくれましたそれをする理由公に見せたい 後に来るより豊かさ親切さあなたに対してのもの父は言うんです私は全て作られたものに対して私があなたに対してどれだけ親切だったかを見せたい私はもっと理解を得ることができますこのようなことを聞いた時にこの3つの言葉ヨハネの15の9のところにとどまります「神が神を愛する神が私を愛する」 そして最後のことですけれども、愛のうちにとどまる、最も重要な戒めというところです。もちろんですね、他のことをリストに載せることもできますが、私が話しているのは私の最も重要だと思っている戒めです。この愛のうちにとどまりなさい。これは住みなさい、行きなさいということです。この2つの真理のことに焦点を当て続けなさい。神が神を愛する、そして神はあなたを愛している。 こここの小寺ののとにに真理に焦点をを当てて続けなななさい目をしてはならないもちろん私たちは働きがありますよ。シーズンもあります。霊的な歩みがあります。長年にわたって私は人と歩んできましたけれども、3、5、8年ぐらい主が働きをくださって、そのことに集中してないかをする、働く。それがあります。それらの働きも重要ですと言われますけれども、でもそれらの働きということ、役割ということが、この愛にとどまって、これらの2つの啓示愛の啓示にとどまるということに、 大きなものはありませんとどまるということとどまるということなんです見つけ出すことこの2つの真理を見つけ出すんです見つけ出すんです学ぶんです他の人に話してくださいお時間かかりますけれども私は 歴史上の男性、女性。私にもっと教えることができる人、それは神が神を愛し、神が私を愛する方法、それが12世紀でも8世紀でも、16世紀でも、男性でも女性でも、修道士であっても、王であっても、誰だっても気にしません。彼らは理解をしたんです。そして教える油があるんです。私はそれらの歴史から学びたいんです。私たちが知っていることだけではなくて、見つけたいんです。もっと大きなキリストの体のところを見つけたいんです。ですかから何年もかけて私 これを見つけ出そうと思ってエネルギーを使ってきましたもっと知りたいんですでもあなたも同じことをやってください歴史上たくさんの教師がいますキリストの体の中に多くの教師がいますそしてこれらのことをもっと見つける人たちそのような教師が立て上がってくると信じていますですからこれらのことをすぐパッと読んでああ終わりすごいなぁで終わらないでくださいいろいろなところで見つけることができるでしょうこれらのことはとても価値があります見つけ出してください私わかりました 愛にとどまるということそれは今しめとしてこの2つの真理にとどまるということなんですそれは時間を優先順位に出して学ぶということも必要ですこれらのことはいい加減なことではできません 私たちは人生で忙しいんです。私たちはみんな人生の中でしなななければならないこともありますでも本当に少しだけの時間であっても何かできることがある。その時にこの2つのとどまるということの中にとどまりなさい。私とともに愛に対する真理にあなたがとどまって目を向け続けなさい。ここから失われてなさい。というんですですからこれは命令なんですね。こう一生全部 神が道神子を愛することを学ぶ生徒になる私はそのことをしていきたいんですそしてそれを人から得ることはできないんです 私はその短い一言みたいなことを祈りの部屋で聞くんですね。そしてそれを書くんです。ジャーナルみたいにするんです。書き出すのが大好きなんです。書いてるときにそれは増えるんですね。そして歌う方たちがですね、歌ったそのフレーズとかを聞いて、ああ、すごいなと思って書いたりするんです。あ,ーありがとう、それを歌ってくれてありがとうと思うんです。それ、私たちだけなので、これ、歴史なんですよね。うん、油の時は過去にもありますよね。もうたくさん与えられたものがあるんです。未によって、巫女によって、御霊によって、この神の家族。 に与えられているものがあるんです私皆さんを励ましますこれは私たちの人生でやらなければならない仕事ですリバイバルの前リバイバルの時にもリバイバルの後にも私はリバイバルのために祈るでもこの中に留まり リバイバルの前にとどまってなければいけない。そしてリバイバルの時にも、そしてアフタリバイバルの後にも。だから、これがあなたの一番のいつもやっていることでなければいけない。これだけではないですけども、2番目とか3番目とか4番目にならないようにしてください。多くの方たちにとっては、この愛にとどまるということが優先順位のリストになってないんです。学んで、調べて、話していいのということがないんです。そして他の人に分かっちゃうということができないんです。それが愛にとどまるというのはそのことです。 最後になりますけれども B のところからとどまるということは言葉から始まりますこのフレーズシンプルな言葉から始まります止まってシンプルな一言二言を主に言うんです主ありがとうございますこの真理ありがとうございますどうぞもっと見せてください意味まだ分かんないけどでも教えてください見せてください聖霊様あなたはこのこともっとこの聖書歌手知ってるはずですよねありがとうございます教えてくださいです聖霊様は 私に聞きなさいって言うんですね。それを繰り返していくときに。 そうするならば、このことが私たちのうちで成長し、私たちの感情を動かしていきます。多くの方たち、感情というのは暗いところでどまっています。あの忠実な信徒であったとしても、そして決断で自分で決めて、その暗い感情に打ち勝とうとするんですけども、でも私たちはこの会話に入らなければいけないんですよね。暗い感情に全部打ち勝てる、一瞬で終わる、そういうわけではありませんけれども、打ち勝つ力があります。この喜びの皮から飲むということに、そんな大きな力があります。 その前進することですね、そのプロセスを5つ考えています。1つ目、この真理を知るんですよね、学ぶんです、ここにたくさん書いてあるから学ぶことができますあの。知識から始まりますね、思いから始まります。でもそこで終わってしまえばそこで終わりますけど、でもその真理を神との会話に使うんです。セレ様ありがとうございます。もっと見せてください。それをするときに、何かこのケー示によるもの、本当に火花のような小さいものですけども、それが来ます。光がつけられるんですね。 小さな光がつき始めるんです。あそこここと言って、あまり普段はその大きなことではないです。でも、小さな形状を受け取るんです。そして、ささやきなんです。そのささやきを書き出すんです。 だから私は、プレイヤーミーティングの時には書くものを持たないではいかないんですね。いつも戻ってきてそれを読むではないですけれども、書くともっとそれが起こってくるんです。それは私たちの魂に対して、神に対する熱心さに火をつけます。理解の火花がやってくるんです。ああ、そうだ、分かった。私はこれをもっと前進していきたい。そうだってなるんです。私たちのうちに熱心さ、動機、その深く行くための動機を成長させます。結果的にどうなるかというと変革なんです。 少しずつですけれども新しい感情新しい思いを持つことができるんですほんの少し新しい感情新しい思い長い時間かかりますよでもアーメンなんですアーメンなんですさあこれで終わりましょう皆さんを励ましますどうぞお立ちください7時半に始めましたね もう今時間が来ました。えまたこの後もセッションがありますけれども、私は選手と話をしました。またもう一回やりたいんですけど、皆さんを励ましたいんです、うん。ちょっと静かに、えー、静まってほしいんです。 あなた方を励ましましすこれらの80また100ぐらいの金曜日の夜ですね別に皆さんミーティングにいなくてもいいんですけれども私たちがノートがあったりまた動画を記録しているところがありますから。 宝探しをしてください。またキリストの体の他の場所でもこれらの真理を見つけ出してください。満足しないでください。他の何人かの方たちだけが深く入っていくの見て、あ、素晴らしいね、じゃないんですね。少人数の方たちが本を書くとかじゃなくて、私は皆さんに深く入っていってほしいんです。10人、20人の教師だけではなくて、ワーシップリーダー、歌手の方ではなくて、コミュニティ全体が、共同体全体が深く行きたいんです。私たちはあなたの前にいます。私たちはあなたの前にいます。あなたに求めます。 真理1つ目父よあなたがイエスを愛する方法どんなに愛してるとかもっと見せてくださいありがとうございますもっと知りたいんです見たまよ真理2番あなたが私をそうやって愛してくれるんですよ感謝します私をそのように愛してくれてるんです,私を,んです私をそのように愛してくださったのですイエス様もっと見せてください愛する皆さんいつでしたか父が神子を愛するようにあなたが私を愛してくれてありがとうと言ったのは留まってくださいそれは命令です 今しめですから深く入りなさいこのことの中に深く入りさっさと次のところに移ってもいけません他のところにも真理はあるけれどもこれがあなたのすでに決められているあなたがすることその会話なんです主私たちははいと言いますはいと言います私たちは心を尽くして愛しています上乾いています もう痛みを感じることがあります自分が少ししか知らないと痛くなりますでもそこに希望と上え替わりがあります私たちはあなたに言います私を感謝しますコミュニティ共同体として私たちはこのことに心を配れることありがとうございます御霊の恵みこの部屋に満たしてください。 恵みがこの場所を満たしてください本当に少しの啓示であったとしても心に印をつけてくださいそしてこれは私のものだと教えてください聖霊様を導いてくださいほんの少しの真、えー、理であってもそれがあ私だそれ私に語ってるんだということをしっかり受け取ることができますようにセ霊ル様があなたに今日動いてくれます語ってくれていますあこれは私のためだって分かったならばそれは聖霊様です私はそれをやっています。 私は大きくできないかもしれないけど、このことを続けます。アメンアメン。はい。私たちは時間にも遅れていますから、次のところに進んでいきましょう。